時間操作ができる凄腕の殺し屋ドラゴンになって、時間を操りながら瞬間的なステージをクリアしていくサスペンスアクションゲームです。クリアまでの時間は長くても5、6時間ぐらいかな。主人公ドラゴンはある特殊なドラッグの作用によってビデオテープのように時間を過去に巻き戻す能力を利用して、自分だけは死ぬことなく依頼者だけを始末していきます。ステージでは敵に攻撃を受けてしまうと一撃でゲームオーバー。だから何度も時を戻して攻略方法を試しながらクリアした瞬間だけを正にして進めていきます。そのためどれも短いステージの組み合わせでできていて、非常にスピーディーなアクションと素早いリトライ性で緊張感のある剣撃アクションを楽しむことができます。アクションゲームなんだけど、プレイヤーの選択肢によって物語の展開が変化するサスペンス映画のようなストーリー性があって、その物語にどんどん引き込まれていってしまう両面の面白さが楽しめます。気軽にプレイできるんだけど、ぐっと引き込まれてしまうストーリーを持った作品になっています。